休日にまとめて作って平日楽をしようということでね、今週も作り置き始めていきます。材料はこちらです。小松菜、豆もやし、あとしそですね、10枚ぐらいあります。とズッキーニが3本、あとエリンギ、なめこ、ニラが2束ですね。それとネギが埋もれてるネギ1本と鶏のもも肉が2枚、それと、鶏ささみですね、これが 1,2,3,4,5 本あります。それと、牛と豚の合いびき肉ですね、これが 500g あります。それと油カレーの切り身ですね。はい、材料費は全部2892円でした。それでは早速始めていきます。はい、それでは始めていきましょう。まずはいつも通りフライパンを2つとも温めて、片方、小さい方にはオリーブオイルをね、ちょい多めに大さじ2ほど引いておきます。大きい方はね、まだ温まってないんですけれども、まあいずれ温まりますのでもうね、ひき肉入れます。で焼いていきます。しばらくね、触らなくて OK です。久しぶりに出てきた豆もやしですね、こいつをジップロックに移しまして、はいね、袋の口開けたままね、600ワットで、4分チンしていきます。で次ね、綺麗なポリ袋用意しまして、ここに小麦粉をね、大さじ1入れて、ね、この油カレーのね、切り身をここにポンポンと入れて、で口を閉じてポンポンします。バットにね、粉をひいたり、ここにね、粉を巻いてしっかりつけてもいいんですけど、私なるべくね、魚も肉も手で触りたくないのでね、もうこうやって袋に入れてポンポンするのが一番楽でございます。で、ちょい待ち。で、次、バット用意しまして、ここにアルミホイル敷きます。アルミホイルを敷くのは、まあ、いつも言ってるんですが、バット洗いたくないからですね。洗い物は極力減らしていきましょう。はい。で、私ね、肉と魚を手で触るのも大嫌いなんですが、肉がついたまな板を洗うのも大嫌いなのでね、肉は包丁では切りません。肉はね、キッチンバサミで切るものでございます。なので、これね、鶏もも肉、一口大ぐらいに切っていきます。おっとっと。で、切ったら皮が上になるようにね、並べていきます。手際よく作るコツはですね、何が自分が目を離して大丈夫なものか、それはどれくらい目を離していいものなのかをちゃんと把握して、でそれをね、こうパズルのように組み立てて、でその目を離していいものをから目を離している間に自分が手を動かさなきゃいけないものをやると、そういうね、工程をちゃんと認識して、でその上でね、これは私がやらなきゃいけないこと、私がやらなくてもいいことっていうのをちゃんと仕分けることがね、まず大事ですね。例えばこのひき肉なんかね、とりあえず放置しといていいし、その間にこうやって肉を切ったりね、豆もやしもチンしてできるしね。でお肉を触った手はよく洗って、でこのね、ぎっちりになった鶏肉はオーブントースターでね、200度の15分焼いていきます。レンチンできてる。でひき肉も焼けてきている。でこのひき肉ね、すんごい油が出てくるので、この半分のね、ひっくり返す前に出てきた油、こいつは全部キッチンペーパーで吸い取ります。はい、吸い取れたらこのひき肉はそのまんまひっくり返します。ひき肉ね、塊のまま焼くとね、肉感がしっかり残りますので OK で、もう半分も焼いていくと。で、そうこうしている間にこっちのフライパンもね、もう十分温まってきているので、ここにはさっきのね、粉をつけたカレー焼いていきます。揚げ焼きみたいな感じになるかな。で、レンチンできている豆もやしを救出し、次のやつチンします。ニラ2束あるうちの1つね、達者でな。はい、この達者でな洗いまして、テープを折っ切り、本当に根元だけちょい落として、リップロックを準備し、だいたい1センチぐらいかなに切っていきます。で切れたらジップロックイン。1センチより長いね、こりゃ。まあ食べやすい大きさに切っていただければね、良いでございます。はい、ニラ全部切れたら電子レンジに入れ、こいつも600ワットの3分チンしていきます。でそろそろこれね、ひっくり返してから出てきた油は取っておきます。油も旨味ですからね、なんか毎回切ること違うけどね。はい、で両面焼けてきたらひき肉はほぐして、赤いところがなくなるまでね、焼いていきます。そしてカレー、これ、ね、揚げ焼きというか、揚げ焼きだね、揚げ焼きになっているので、たまに様子を見てあげないとね、焦げちゃうからね。あー、ひっくり返すの難しい。ちょっとここでこのチャンネルではあまり登場しないフライ返しをね、使いますかね。よ、あ、崩れた。綺麗にやりたかったよ。 OK、 まあ1個綺麗になってれば大丈夫。旦那のお弁当に乗せられるからね、私にはどうでもいいんです。次、もうネクストニラ、他社でな。
サシャデナをね、こっちもレンチンしてやるので、まあもう一度やります。サシャデナ洗いまして、テープ切りまして、で根元を落として、ここまで全く同じね。で次やることも全く同じね。ジップロックを出してきまして、1センチぐらいの幅にね切っていきます。はい、リプレイが終わったところでね、ここからね分岐します。なめこ、こいつをニラのねところに入れたります。でレンジが開くまでちょい待ち。でひき肉、おーレンジが開いたでちょうどよく、ということでチンジします。こいつは量が多いので、600ワットの4分チンしていきます。で次ひき肉がね、もうそろそろ、赤いとこなくなって、だいたいなくなってきてね、いい感じですので、ちょっと油が多いな、油がなかなかに多いので拭き取っていきます。これはまあ目安どれくらいかな、慣れ床にちょっとあるなーぐらいな。ちょっとあるって人によって違うもんね。こういう曖昧な表現してるから分かりにくくなっちゃうんだよね。まあ2回拭き取るぐらいでいいのかな。はい、ということで、そう、ちょっとね底が見えるぐらいかな、たまに動かしたら。そのぐらいぐらいに、ひき肉の油がね取れましたら、料理酒を、はい、大さじ2、あと鶏ガラスープの素を小さじ1、あとね味噌、こいつを、まあ、小さじ2といったところですかね、入れて、味噌と鶏ガラスープの素が全体に行き渡るようによく混ぜます。でそろそろねカレーも引き上げてあげたい。カレーの方もこのオリーブオイルはねこのまま有効活用しますので、ここにはね醤油も入れるんだけど、料理酒、よし、50ミリ、醤油大さじ1、めちゃグツグツ沸いとる。でちょっと絡める。よし、どっちもよかろう。完成コールをする前にお湯を沸かしておいてね。まずはお魚から救出するとしますか。入るかな、まあ大丈夫かな、大きいのにしとくか。あ、もう1個完全にボロボロ、こっち私用だな。よ、はい、カレーのなんちゃってムニエルの完成です。本当はねバターでやるんですけれども、お醤油味とねオリーブオイルで、まあ油もねいい感じですので、まあ美味しいでしょうということで。はい、肉味噌そぼろの完成です。まだお湯が沸いていないので、お湯が沸くまでの間にね、次フライパンでやるやつをねやってやります。下ごしらえね。まずエリンギ、こいつはまずね輪切り、輪切りっていうか半分の長さに切って、で薄切り、2ミリぐらいかな厚さ。小さいやつはね縦切りしなくていいです。薄切りだけしておけば、2ミリも目安なんで切れていりゃいいです。でエリンギ切れた頃にお湯が沸いた。これでまず小さい方のフライパンをはゆたわせて、はゆたわせてね汚れを取っていきます。ちょっとことねフライパンも焦げついてきちゃってね、最近テフロンが剥がれてきちゃって、あのいつもジューってやってるから。これねお湯をかけた時にジュワーってなるんですけど、それちょっとあんまり良くないのでね、皆さんはね体気状態になる前にお湯で拭ってあげるとね、この焦げ焦げ感がなくなってきたりするので、お気をつけくださいませということで。でジュッとできたら、ジュッとじゃないフライパンが綺麗になりましたら、ここにはねごま油を大さじ1入れて温めておきます。でもう一個のフライパンもねお湯でオフしまして、こっちはそんなに焦げついてない。であのちっちゃいフライパンはねもう5年ぐらい使ってるんですよ、もっとか。でこのフライパンはね動画始めてた時にはもうこれだったかな、まあ2年ちょいなんですよね。こっちのが倍ぐらい使ってるから、そりゃこっちのが焦げつくだろうということで言い訳をしたわけでございますが、はい。でこっちのね大きい方のフライパンにもごま油を多め多め、鍋底に本当に鍋底のやつが全部油になるなぐらいに温めておきます。でちっちゃい方のフライパンはまあもうそろそろいいでしょうということで、そうね切ったエリンギ入れていきます。でエリンギ全部に火が通るまでたまに面倒を見ながら放置。で次ズッキーニ、こいつはこれねなんとお勤め品でね3本で70円だったんですよ、バカ安。今年はねズッキーニとキャベツとかが安いね、あとレタスとかね。でズッキーニ洗いまして、でまずフィールドを拭いて、でズッキーニ自体もよく拭いていきます。なぜならさっきのねごま油まみれのフライパンでね揚げ焼きにしてやるんでね。で頭を落とし、お尻も落とし、縦で輪切り、輪でもないけど半月切りかなこれは。で切れたらさっきも言ったようにここね、残りの2本も同じように縦に切って半月切りしていきます。まあこれ半月切りって言ってるんですけど、食べやすい大きさに切れてれば何でもいいです。ダイスカットでも。
小さいズッキーニだったら輪切りでもいいし、でズッキーニちゃんと全部がね油に当たるように、油通しみたいな意味もありますかね。本当はね素揚げできたら一番いいんだけど、素揚げってめんどくさいからさ揚げ焼きでなんとかしようっていう魂胆ねでこの油がね全部ズッキーニに吸われて、ズッキーニが全部テリッテリのいい感じに火が通るまで放置です。で次レンジが空いてるのでね、レンジでどんどん火を通していかなきゃいけないので、小松菜、こいつはちょっと根元に砂がいっぱいあるのね、これよく洗って、はい、よく洗って水を切ったら根元を落としてちょっと確認、よし、これね、外に砂がついてるときは中にも砂がいっぱいある可能性があるのでね、ちゃんと確認してやってくださいね。で小松菜はよいしょ1センチぐらいに切っていきます。で切れたらジップロックインです。今日はねレンチンいっぱいあります。でももうね3つ出てきてこの小松菜で終わりなんですけども、料理って基本火を通して味をつけるっていう感じなのでね、どういう風に火を通してねその手間を短縮するかっていうところがね肝かなと思いますね。はい、で小松菜が切れましたら電子レンジに入れて、よし600ワットのこいつは3分チンしていきます。でトースターが呼んだのは知っているので、あいい感じですね、うんうん、ちゃんとね火が通ってきてるので、ね、これはこれで OK です。でもまだちょっとね次に使うコンロが開いてないので、君はそのまま放置待っていてくれ。そうこうしていたらね、もうエリンギがいい感じですので、エリンギに味付けていきます。まず料理酒大さじ1、鶏ガラスープの素、あ結構入ったけど、おーどう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 、小さじ半分で、醤油同じく小さじ半分で、ちょっと辛くします。ラー油ちょっと小さじ3分の1ついったとこですかね。で七味もお好みで入れてよく和える。このねちょっと焦げたエリンギがいいよねはい OK、 はい、エリンギの炒めナムルの完成です。で次鍋使います。鍋にごま油を小さじ1入れて温めて、でここにねトースターで焼いた鶏肉、こいつをねこのエキスごと全部入れていきます。ということで慎重にバットから外して、よっほっ、はい全部移したら OK、 あーバットが綺麗なまま洗わなくてよかった。 OK、 熱い玉にズッキーニの面倒を見て、ずっとね同じポジションに打つとこういう焦げる子が出てくるのでね、センターを交換してやりましょう。ほい、でこっちの鶏肉はねもう鶏肉の肉汁だけで今グツグツしてるところなんですが、ここにはねまず料理酒を 200ml ぐらい入れたいけどもうない、ちゃんと新しくでっかいのがあるんですね。はい、ということで料理酒を 200ml、 みりんを 100ml、 はい、でお水 300ml、 おっとミスティックに気づいたぜネギ、こいつもね焼いていきます。焼き目をつけたかったんですが鶏肉と一緒に焼くの忘れてたまあでもね幸いこれをグツグツする時間もありますし、トースターも空いているということでトースターで焼きましょう。3センチぐらいかなの長さに、3センチってこれ何センチ、3センチかこのぐらいの長さに切りまして、ネギ外側の一番外側の硬いところはちょっと剥いてね、上の方のね、でもう一度バットにアルミホイルを敷きまして、でネギ並べます。はい、でオーブントースターで200度の5分焼いていきます。焼き目をつけたいってことね、意味合いとしては。でこっちの、うん、ズッキーニもういいね、もういいので、あでももうちょいかな、もうちょいだな、全部が茶色くなってほしい。ちょっとでこのズッキーニはね漬けだれに漬け込むんですけど、このタレをね今から作ります。まず料理酒 100ml とみりん 50ml、 どこかで聞いたような配分ですねで醤油 50ml、 とりあえずこれで OK、 これでまずレンジ、これでねアルコール飛ばします。600ワットのこれも3分チンしておきますかね。で最後手を、何も手をつけていなかったささみと大葉、大葉はシャッと洗って軸のところを落とし、大葉はねこうくるくるってして切っていきます。こうするとね綺麗に切れるのよ、ほら見てこういうね美しい大葉ができますので、あー切ってていい匂いが立つね。はい、切れました。次に綺麗なポリ袋をね用意しまして、ここにね片栗粉入れます。大さじ1ぐらいかな。でささみのねこの筋を取ってやるとなおよしなんですが、私はめんどくさいのでやりませんもちろんできる人はやった方がいいでまた肉をなるべく洗わない粉付け戦法でね、このポンポンするときは袋にあえて空気を入れてください。それで振る、
はい、でこれはしばらく放置。そしてしそを切ったところなんですが、ここではねもう一個梅干し、開かない、ちょっと塩が固まっちゃったかな。よし、梅干しの種を取りまして、だいたい3粒ぐらいあるといいかな。我が家に残り1粒しかなかったのでね、新しいやつを開けるんですけれども、開け口が分かりませんけれども、どこからでも開くって書いてて、どこからも開かないやつかなこれは。お、チンできた。よし、開きましたね。梅干しの種を取り、でざっくり切ります。このね、あ、梅干し丸いねっていうのが分からなくなればいいです、小さければ。はい、で切れたら準備 OK。 ちょっと待ちと、ちょうどよく、ちょうどよく、レンチンできましたので、これを抽出しまして、あ、ネギもチンできましたね。はい、アルコールが飛んだタレ、こいつにこの辺のやつを一旦ね避難させますかね。ずっと油にかけていたね、このズッキーニさんたち、ズッキーニさんたちはここに入れます。油はねこの後の料理に使うから、なるべく残しておく、全部吸うようにとか言ったんですけど、まあ全部吸うのはねなかなか難しいので。はい、でこの油が残っているところでのささみ焼きます。なんで火をもう一回つけてね。そしてこのズッキーニのところには鰹節をねたっぷり入れます。旨味ですからね、ざっとガッサリ入れてください。でよく混ぜる。鰹節の旨味もね、この置いている間にねタレに染み、そしてタレがズッキーニに染み、最高になるんですねこれが。ふふふ、はい、オッケー。ちょっと焦げてるやつは下に、見栄えがいいやつ上に来て、よし、オッケー。はい、ズッキーニの揚げ浸しの完成です。はい、それでネギね、うん、まあいいか。多少火が通れば良いので、うん、オッケーオッケー。でこの焼けたおネギはここにねポンポン入れていきます。うん、お、いいじゃん、いい焼き色じゃん。アルミホイル取ればバット洗わなくていいと。ふふふ、これ冷ましておいて、でこのささみをねたまにひっくり返してあげて、ささみに火が通るまで焼いていきます。うん、いい焼き色だ。片栗粉つけてるからね表面カリッとなるしね、こい。でここで、放置されていたねレンチンしたおかずたち、おかずというかレンチンした野菜たちを味付けていきます。まずは、豆もやし、こいつはねいつものやつです。まずごま油大さじ1で、鶏ガラスープの素小さじ1、塩小さじ1/3、辛味成分お好みでラー油と七味ね。で口を閉じてよく混ぜます。はい、豆もやしのナムルの完成です。次、ニラだけでチンしたやつ、こいつも、ナムルにしてやります。ということでナムルの時はお決まりのごま油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、もうちょいかな。でこれはちょっと甘めの味付けにしてやりたいので、みりんを小さじ1、みりんあまり入れすぎるとね酒臭くなるのでお気をつけくださいませ。はい、いりごま、先週買い忘れてたんでねちゃんと買ってきたんですよ。いりごまお好みで、私は今多分大さじ1ぐらい入った。口閉じてよく混ぜます。はい、ニラのナムルの完成です。で次、小松菜、こいつはね海苔、どこのご家庭でもちょっと余ってるね海苔ね。海苔をね、あの大判で1枚分、海苔巻きするとき、こういう海苔巻きするときの使う1枚ね、を1/3に切れてるやつなんで3枚をちぎって入れる。で味付けはね、こいつもナムルなのでごま油大さじ1、鶏ガラスープの素、あーいっぱい入った、小さじ1で、塩小さじ1/3、これもちょっぴりみりん小さじ1、口を閉じてよく混ぜます。はい、小松菜と海苔のナムルの完成です。でレンチン放置してた最後、ニラとなめこのやつ、こいつはねもう定番ですね最近の。醤油を大さじ1、だしの素を 4g 入れて口を閉じてよく混ぜます。あち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 、はい、なめことニラのだし醤油和えの完成です。でもう残りは鍋のやつだ、さっきだけになったわけなんですけれども、ささみがねまだ焼けてなさそうなのでね、こいつはしっかり焼くとして、ただね蒸し焼きにしてやります。料理酒を50ミリほど入れ、水分を飛ばしつつ酒蒸しにしてやりますね。ですいません、材料紹介を忘れてるのが1個ありました。はい、卵ですね、卵使います。4個いいか。で、ここの鶏肉とネギをね、料理酒とみりんと水で煮ているところには醤油を大さじ3入れ、ここにもだしの素を 4g 入れ味をつけますね。こ
ついてる鶏肉はここで剥がして、卵4つって言ったけど2個でいいな、半分多かった2個使います。2個なんで分量は、ネギ1本、鶏もも肉が2枚、あと卵2個、それと料理酒が 300ml のみりんが 100ml、 水が 300ml、 ちょっと料理酒の量が違う気がするけれどもっていう感じですね。で卵を2個割って粗くでいいので溶きます。でおっと、水流を作るほど水分がないぞ卵をね、この先が尖ってるやつだとやりやすい、ピュピュピュッと一箇所に固まらないように入れてね、3回ぐらいかな、スッスッスッと手を入れてあげて、あとは触らない。でここの計量カップのところでね、水溶き片栗粉作ります。ちょっと多かったかもしれん水溶き片栗粉入れてとろみをつけます。はい、でちょっとグツグツすると、でとろみをつけようとしてる、熱いささみがね、酒蒸しでいい感じになって、わーなってきているので、ここにはね味をつけてやります。味というか風味、まずじゃないねさっき料理酒で酒蒸しにしたんですけれども、ワンモア料理酒大さじ2、火を弱めて水分がおっとっとっと溜まっているところに梅入れて、梅のねこのエキスをね料理酒に染み出し、でしそ入れて全体に絡める。もうね味は梅のしょっぱい味で十分でございます。でね、これ片栗粉でね周りコーティングしたから自動的にとろみがつくというね、素晴らしいね。はい、じゃあこっちも完成なので、まずははい、あんかけ親子丼の完成です。そして全部入るかね、入んない気がするな。はい、鶏ささみの梅しそ焼きの完成です。これで全部できました。はい、それではね、今週の作り置き全部できました。順番にご紹介していきます。まずこちらがカレイのなんちゃってナムルですね。本当はバターでやるんですけれども、オリーブオイルでね節約ということでね、それでも十分美味しい味になっておりますのでね、ぜひぜひ真似してみてください。はい、でこちらが小松菜と海苔のナムルですね。久しぶりに作りましたね、これいつもの美味しいやつです。でこちらが、豆もやしのナムルですね。これもいつものやつですね。これもねピリ辛味で豆もやしのプチプチ感がねとっても美味しいです。はい、でこちらがニラのナムルですね。ニラをちょっと甘めに味付けしてね、とても美味しくなっております。でこちらニラおかず第2弾、ニラとなめこのだし醤油あえですね。これもいつものやつですね。ニラとねなめこの組み合わせとっても美味しいんですよ、やってみてください。でこれが肉味噌そぼろですね。日本のお味噌でね、ちょっと結構濃い味につけてあるので、だいぶ美味しくなっております。でこれとこれとこれとこれでビビンバですね。うん、最高です。でこちらがズッキーニの焼き浸しですね。このね油が染みたズッキーニがねこのタレを吸ってね最高に美味しくなっております。揚げ焼きしてねタレにつけるだけだとても簡単なので、ぜひやってみてください。でこちらがエリンギの炒めナムルですね。あ、こいつもビビンバビンバーでしたね、忘れてました。こいつもねご飯の上に乗っかってビビンバの仲間になります。でこちらがささみの、梅しそ焼きですね。これはね梅の味がねとてもいいですね。香り高い和のねおかずになっております。でこちらが久しぶりに作りましたね、あんかけ親子丼ですね。あんかけになっていることによってね、これをそのままスープジャーに入れてお弁当で持っていけるという画期的な親子丼になっております。はい、それでは今回は全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、10品ですね。10品が調理時間51分、待ちなし、なんと1時間以内でできちゃいました。早いね、なかなかね、自分なりにもねよくできたなと思っておりますすごいなって思ったらぜひコメントとチャンネル高、コメントチャンネル登録高評価などなど、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。